ホテルピーターズバーグ、ベーター・スベルク・タスクとは、欧州連合の共通安全保障防衛政策における軍事と安全保障に関する行動指針。日本語訳には他に、ベーター・スベルク任務がある。ベーター・スベルク・タスクは、欧州連合や西欧同盟が担う人道支援活動、平和維持活動、平和創造活動における軍の使命をまとめたもので、ある。 1992年6月にドイツ本近郊のホテルペータースベルクで開かれた西欧同盟の理事会の会合で決定され、加盟国はそれぞれ自国の部隊や軍事力を西欧同盟の権限のもとに置くことで合意した。西欧同盟が部分的に欧州連合と一体化していることから、ペータースベルクタスクは共通安全保障政策の一部を構成し、 また欧州連合の共通外交、安全保障政策を強化する中核となっている。1997年、アムステルダムにおける欧州理事会の会合でペータースベルクタスクは欧州連合条約に取り込まれた。西欧同盟と欧州連合の両者はペータースベルクタスクを実行する権限を有しているが、1999年に西欧同盟のほとんどの機能が 欧州連合に移管され、西欧同盟の存在はほとんど名称だけとなり、さらに欧州防衛機関の創設で、西欧同盟は境外化している。ペータースベルクタスクにおける軍事行動は、リスボン条約の下で範囲が拡大し、共同武装解除作戦、人道、救難任務、軍事的助言、支援任務、紛争予防、平和維持任務、 平和回復及び紛争後の安定化を含む危機管理を行う戦闘任務部隊が含まれている。条約上、欧州連合が関与する活動の範囲は、ベータースベルクタスクを包含しているのであって、ベータースベルクタスクによって制約されているのではない。実際に、地域の防衛を担うのは、北、大西洋条約機構であり、多くのヨーロッパの国は、北、 大西洋条約機構に加盟しているため、ベータ・アスベルク・タスクには、北、大西洋条約機構との競合を回避する規定がある。ありがとうございます。